トリコはトリート。トリコはトリート。倒しても倒しても起き上がる不思議なかぼちゃ。その名もジャック起き上がりランタンを作ります。トリックはトリート。まず折り紙を裏返し半分に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回し、また半分に折ります。折り筋をつけます。上の1枚を手前に折ります。この角を手前の中央に合わせて折ります。両方の角を中央に折ります。この時にぴったりではなく、少し1ミリぐらい間が空く感じで結構です。こちらも中央に折りますが、ほんの少しこの間が空く感じで結構です。さらに手前の角を中央に折ります。このように中央に折ります。この時もこの間が少し空いているぐらいがいいです。続いて手前の角を中央に折ります。厚くなってくるのでかなり力がいりますが、しっかりと折ってください。この角をここまで折ります。色の境目まで折ります。そして折り返してはみ出させます。半分ぐらいはみ出す感じです。サイドの角を少し折ります。に折ってかぼちゃの形を作ります。だいたいこことこことここが同じぐらいのサイズになるようにします。こちらも折りますが、ここと合わせるために一旦このように折ってからこのように合わせて同じぐらい折ります。ひっくり返すとかぼちゃの形ができています。ここに顔を描いていきます。ペンで描いてもいいですし、あらかじめシールなどをカットして貼るときれいにいくと思います。このように顔を描いたら全体をこのように折ります。そしてここが90度より広くならないように90度より狭くしてこれでジャック起き上がりランタンの完成です。このてっぺんをつまみ下につくぐらいまで倒し指を離すとスタッと起き上がります。ぜひ作ってみてください。トリックはトリート。